首都科は、香港の政治家、教育家、作家、香港市民愛国民主運動支援連合会主席、香港民主派の重鎮で、家宿の愛称で慕われていた。1931年に、香港で、関東省介兵出身の貧困家庭に7人兄弟の第三子として生まれる。首都科の家系図によると、本名は、首都 A 花となっている。幼少期の首都は、 内向的で周囲の人々と関わることを避けていたという。7から8歳の時に父親が失業し、使徒と妹は学校に在学することが難しくなったが、おじぬ協力で大学を免れた。1941年の太平洋、戦争勃発による日本軍の香港侵攻から逃れるため、関東紹介兵士に避難した。戦後は香港に戻り、学校に通い直し、 1947年にヤグマティの公立学校を卒業する。その後は、公人書院に入学して教育学を専攻し、1950年に卒業する。使徒は家族を養うため教師になることを決め、1952年に市範学院を卒業して教師になり、1961年には小学校の校長に就任した。1974年に、 キリスト教に入信した。1973年、香港政庁が教師の給与を15%削減することを発表した際に、これに反対するストライキ運動を主導した。この運動を機に、使徒は同年、教職員組合、香港教育専業人員協会を設立し、1990年まで主席を務めた。今日今日は、 首との指導の下で1970年代、1980年代にかけて勢力を拡大し、香港最大規模の労働組合となった。1978年、中学教育で香港初の中国語教育の導入運動を展開した。また、同年に発生した学生運動、近畿事件の解決に際し、主導的役割を果たした。 1980年代に入る都市と首都は、香港教育会の指導者として強い影響力を持ち、1982年の第一次教科書問題に始まる歴史教科書問題に際しては、教協組合委員を動員して、日本に対する抗議運動を主導した。同時期に教育会を代表して、香港政調幹部と会談し、将来的な中国編入を見越した。 愛国教育の導入を提言した。首都か1985年、香港立法局議員に当選し、李中明と共に、香港基本法起草委員会の委員に選ばれた。議員時代には、異常行動を奨励することになるとして、同性愛の解禁に反対していた。1989年5月21日、64、天安門事件発生を契機に、 中国共産党の一党独裁に反対する民主派団体、香港市民愛国民主運動支援連合会を設立し主席に就任。これにより、李と共に香港基本法起草委員会を追放され、中国本土への入居も禁止された。また、1983年以来勤めていた中国人民政治協商会議大議員も除名された。事件発生以来、死とは、 毎年6月4日に天安門事件の記念集会を開催し、事件の全容解明を訴えていた。1990年、香港初の政党、香港民主同盟の設立に加わる。2004年7月17日、同年9月の人気満了をもって、立法会議員を引退することを表明した。政界引退後は試練会の活動に専念するが、民主党にも、 一定の影響力を保持していた。任期満了前には極秘裏に中国に入教し、中国要人と会談したと立法会で指摘されたが、使徒はこの疑惑を否定している。中国への愛国姿勢が強く、教師時代に言っていた中国語教育導入運動や歴史教科書問題の日本への抗議運動のほか、尖閣諸島の中国領有権を主張しており、その姿勢が 香港基本法起草委員に選ばれた一員だとされている。また、台湾との平和的統一を主張しており、両岸人民の人的交流が統一の促進につながるとして、台湾の民間団体と積極的な交流を重ねていた。また、首とは台湾との統一を中国の配信行為が阻害しているとして、中国政府を批判していた。2010年6月4日、 天安門事件21周年デモに参加する首都か天安門事件発生後、首都は学生リーダーや民主化運動家の中国脱出を支援する耕弱作戦に加わった。耕弱作戦は中国のマフィア、実業家たちから試練会副主席、主要名に持ち込まれた計画をもととし、試練会、マフィア、実業家、警察、立法会議員、 英仏政府が連携した脱出作戦となった。作戦は、芝霊や風樹徳など著名な学生リーダーの脱出を優先的に行い、関東省主会市に潜伏していたウーアル会市を救出するため60万ドルを闇ルートに支払った。作戦は1997年の香港返還まで行われ、約400人の脱出を支援し、救出費用は一人当たり5万から60万ドル。 かかり、全額を試練会が負担した。同年、チェコの人権団体、people in need から、ホモホミにアワードを受賞した。2006年、中国政府による法輪功虐殺を解明、追求する NPO 団体、法輪功迫害真相調査連盟の設立に、加わり、アジア調査団副団長に就任。6月28日、虐殺の責任者として告訴されている。 か計林が香港を訪れた際に、法輪功や他の民主派団体200人と共に抗議デモを実施し、かに対し法律の遵守と人権弾圧を止めるよう求めた。2007年に北京オリンピックの聖火リレーに合わせ、中国の人権改善を呼びかけるグローバル人権聖火リレーを主催し、2008年7月20日に到着した聖火を引き継ぎ、リレーを走った。2008年に、 四川王自身が発生した際には、香港赤十字と連携して78万千ドルの義援金を集めた。2011年1月8日、立法会ビル前に設置された、首都科の喧嘩第2010年、肺がんであることを公表し、治療を受けながら活動を続けると表明。5月30日に行われた、天安門事件21周年デモには、車椅子に乗り参加した。 21周年デモに再始試練会のメンバーが拘束され追悼用の彫像が押収されたことについて21年間で最もひどい弾圧と表現し、香港政府を中国の傀儡政府と非難した。2011年1月2日、肺がんのため香港のプリンス・オブ・ウェールズ病院で死去。首都化、試練会、民主党、教育専業人員協会報道で、 キリスト教式の葬儀が取り行われ、遺体は、使との意志により、仮葬された遺体の半分は海に、半分は仮葬場の庭に散布された。死去に際し、台湾行政院大陸委員会から弔意が表明された。また、最後の香港総督、クリストファー・パッテンは、死とかは、非常にタフで、英国の言いなりになることを拒んだ。中国の愛国者であり、 植民地主義への抵抗者だった都市とを評価した。1月28日、ビクトリアパークで追悼式典が開催され、8000人が参列した。追悼式典には、天安門事件の学生リーダーの一人だった、王丹と、耕弱作戦によって救出されたウーアル開始が参列を表明していたが、香港政府によって入居を拒否された。首都カシトは、 ヤウマティの公立学校に在籍していた頃に共産党の機関紙を読み、新民主主議論に触れて共産党の思想に感銘を受けたという。この頃の使徒は共産党こそが中国の繁栄を実現する希望と認識していた。1996年に執筆した解顧録によると、1949年の中華人民共和国建国の際には、 人民が立ち上がったと涙を流したという。1949年9月、共産党の青年組織、新民主主義青年団に加入し、青年の育成を行う学友者の運営に加わったが、運営方針をめぐり党幹部と対立したため、離脱した。1966年には、共産党への入党を求めたが拒否されており、1985年の、 立法局議員選挙の際には、新華社香港支社の支持を取り付けるなど、共産党とは一定の関係を維持していた。一方、香港基本法規委院時代に入党を進められた際には、入党を断っている。また、イギリス統治時代には、強京に共産党員が入り込み組織の乗っ取りを図っていたと証言しているが、香港政調からは、首都が主席でいる限り、 共産党の勢力が浸透することはないと判断されるなど共産主義者とは見られていなかった。共産党との関係が決定的に悪化したのは天安門事件以降であり、晩年には共産党は全世界で最も強大な独裁政権と批判していた。解雇録の中で使徒は私は中国を愛しています。しかし、これは 共産党を愛するという意味ではありません。私の望みは、共産党の一党独裁体制を終わらせ、民主的な中国を築くことですと述べていた。ありがとうございます。